おはようございます。今日は初めて道着を着る方の説明をします。今私は私服っていうかジャージを着ています。本来ならこのピンクの T シャツは脱いでいただいた方がいいと思いますか。白いシャツ、道着が白なので白いシャツできちんと着てください。でこれが道着の上に着るものです。ここで体型によっていろいろあるので、きれいに着るように心がけてください。私はこの道着がちょっと大きいです。大きいのでこのまま普通の紐を縛って着てしまうと、ここがだらしなくなってしまいます。そこで工夫しました。よくここにピンをつけたりマジックテープをつけたりしますが、そうでなくってここにちょっと上の方向、この襟を引っ張るような場所、ちょうど胸から下の位置に紐をつけてみました。そうすると乱れがなくなります。これは自分に合ったもの、男の男性もここがビョって離れてしまうと美しくないので、きちんと最初の頃からきちんとあとこちらの紐も本来ならもう少し私上に帯に隠れるところに直した方がいいかなと思っております。ここにシワ寄ってますね。これは日本古来の着物と一緒で横に引っ張ります。これを縦に引っ張ってしまうとここから出てしまいます。なのでこのピンクの T シャツはないものとするためには、上に上がってきてしまってすいません、ないものとするためにはこうやって切るんです。ちょうどここがピシッと、これが美しくきちんと横に来てください。見えませんね。大丈夫ですね。このようにきちんと着ていただくと身だしなみということで、美しい道着の着方最初からやりましょう。そして今度帯です。帯で長かったり短いのは困るけれども、長い場合切ったりしなくって、ここの中に入れ込んで調整して縫ったりしなくてもいいです。中に入れてしまえばいいです。私は右手に持ちます。下を持ちます。こんな感じぐらいで上に出します。重ねます。ぐるっと一周回ってきたら、下と下を上に引き上げるようにすると、ほらここが後ろも前もぴったし。それをもう一回
ここでもギュッと締めなくていいです。キュッでいいです。もう一周します。ここで私はこういう状態に、これを半分に内側に折っています。なぜかこの時に収まりがいいからです。これだけではすぐ緩んでしまいます。でここでこう縛ってしまうと、これも緩んでしまうので、キュッとしたものを下から上に、うさぎのお耳のように、ちょうどこれぐらいはあった方がいいです。さてここからです。ここが乱れてますね。これを後ろに持っていきます。見ててくださいよ。キュッキュッキュッ、これが持っていかれるので、きれいにここが。ピシッとこのシワを取ります。横に引っ張ります。縦じゃないですよ。横に引っ張る、横に引っ張る。このやっこれはここを持ちながら、ここを持ちながら、このように引っ張ってみてください。収まりますね。で、脇、横には、シワを入れて構いません。こちらも、横にシワは構いません。前と、後ろ。まっすぐ。まっすぐに切れるようにします。もう一つ工夫、ここで帯が段差になってます。これがずれてくる可能性があります。私はここで一番下の帯を引っ張ります。半分に折ります。一本にしてしまいます。そうすることによって帯の乱れはなくなります。でこの後ろへ回した、上に上げると、横から見ると帯がこういうほんの少し斜めになっています。でも上は緩いので指が入ります。下は入りません。これは練習するとこういう状態で切れて、あとあと最初に練習したことが後で、ああ褒められる、道着をきちんと着るっていうことにつながります。今度は袴です。袴は常に畳んであげてください。そうすることによってひだが開かないできちんと収まります。袴も作り方はまっすぐ作ってあるので難しいです、着方は。このまま来てしまうより必ず足を開いて、この真ん中の線が乱れないように、そうすると帯から出てしまいます。いいんです、出ていいんです。この状態のまま後ろへ持ってきます。後ろへ持っていったときに、ほら、さっきの、帯の下で、一回結びます。
で、ここでちょっと持ち上げてください。これが帯も緩まない、袴も落ちない。ほら、線がまっすぐ降りたままです。そしたら結構女性の方はここに紐、この紐を乗せて見たくなりますけれども、ひだを押さえてください。ひだを押さえてください。これ出ちゃってるよ。いいの？そしたら今度この紐はこの帯の下です。ここで帯を持ち上げます。で、落ちてこないように、緩まないように、私はこう指で押さえています。ほら、ここで直してくださいね。もし開いちゃったらどうやってひだが開かないで済むかなと、この状態の時に直してください。で、今度後ろです。このヘラがあるので、このさっきのタレの上から差し込みます。そしたらこの帯を、紐をギュッて上に持ち上げます。この持ち上げ、こういうふうに持ち上げてくださいね。その時にここの線がまっすぐ切ってるかどうか確認してください。ここの線が、中心が OK ですね。上持ってるんですよ。いいですか？こっから上から下へ、そうするとここがくっついたままです。ぐっとして、下のさっきの紐の下、ここ出ちゃうじゃん。いいんです。こういう状態で今度さっきの結び目、帯の結び目、後で説明します。ここに後ろの紐はやりますよって、とりあえず着てみます。ここ、さっきのちょっと出てますよね。で、これが斜めになってるので、これをまっすぐにします。一枚に見えるように。あ、これが出ちゃってるから、せーの、よいしょ。これかな、鏡の前でやってくださいね。今鏡がないのでちょっと手間取ってますけど、これ出てますね。これを入れちゃいましょう。ほら、開いてきちゃった。もう来てるうちに開きます。ここでも直します。結構ほら、こんな件出てしまう。これしまっちゃおう。しまってしまう。で、最後も鏡を見て、ここもきちんとして整えましょう。本来なら、あのピンクの T シャツは着ないでください。今は分かりやすいように着ましたけれども、白いシャツで着てください。目立たないことが大事です。